天のくれげ日記始まるよ。どうも天です。今回むすび屋さんに遊びに行きたいと思います。ですね、今回五条と、スクナですね、そこを狙っていきたいと思います。で、他にもなんか新景品がいろいろあると思いますので、他の新景品もなんか適当に撮っていけたらなと思っております。土曜日朝一に来てるので、そんなに混んでないと信じてやっていきたいと思います。チャンネル登録よろしくね。ショートがね、ギジ箱だったので、ちょっとギジ箱やりたいと思います。ワンチャン BC するかな。雨やけど、もう気にしないで行こう。ここを大手に行く動画を上げてるんだけどさ、やっぱあのきつさに比べたらもう何でも取れる気がすんねんな。結び屋さんも横だろうが縦だろうがさ、奥に投げてね。はい、おお、マジか。これでさらに奥に投げれば、そう残りとは言わないけど、所持残り、OK、これはマックス値まで寄せれてる。いいんちゃうこれで、全然初級値戻した方が早いんですけど、でもたまにはこういう遊びもいいじゃない。オッケー。これはさすがに落ちて。立ってるのがね、結構でかいっすね。これでうまくいけてないっていうのはある。引っかかるところがないので。いいんじゃないでしょうか。うわ、やべ、ほい。左入るなよ。はい、オッケー。あー、ちょっとあれっすね、ちょっと遊んじゃったっすね。もっと早く取りたい人は全然縦ハムがいいと思います。もっと取りたいと思います。Thank you.
と BC。 BC しろ。ミク難しいイメージやね。なんでかわからんけど。うわいいんだよ。猪之助さんのとこばっかり行くような。で、エロじゃん。滑らせつつ。オッケー。うまい。よいしょ。やっとこれ。うまい。これも新製品だったかな。ちょっと少なは今プレイされてる方がいるので、少な待ちの間に、軽い景品であれ、うん、ワンチャンこれで落ちるんじゃないでしょうか。何それ、はい、どうすればよかった。迷ったんだよな。さっき縦で失敗したから次は縦で取る。あっ、取れてね。コント弾いて、落ちた。これは落ちたんちゃうでしょうか。はい、ちょっとたまには長箱でもやろうかな。あ、いけるか。これ落ちないよな。ちょっと若干右寄せて、ですよね。逆に左寄せて、このぐらいから。無理やん。これ微妙に正方形じゃないと思うんだよね。正方形なんかな。なんか分からんくなってきた。はい、OK。 いけちゃん。で、右に投げて刺しちゃうもんね。あー、そう、ミルズ出てる。もうこうなったら刺した。ほら、はい、このまま落とさないで、押したー。はい、刺しました、取った。なんか、どの
ブースも混んでるから待ってる間によくわからないの取っちゃう結び屋さんあるあるも今発動してますよね。はい、右アームでパチンと倒して、いけ、いけ。これ多分ひっくり返しても落ちないんですよね。さて、はい、この刺しよ。もう結び屋さんの長箱はみんな刺そう。はい、ということで結び屋さんの長箱は刺せ。オッケー。はい、では五条悟からやりたいと思います。まずは BC できるかは知らんけど BC 狙いできた。 BC っていうか 3.6 だね。まあまあ、よし、オッケー。簡単すぎる。あんまり。動きが良くない気もする。角度つけて、はい、角度つけて、そう、うわ、はい、平行移動入れました。いや、こっちから進めれるかどうかなんですけどね。いや、そうだよなあんまり。やっぱあのズリズリで落とし切るべきやってんな。ズリズリどうしよう、オッケー、よいしょ、はいよ。やっぱ手前のバー使わないときついっすねこれ。はい、次は隣のブースで違うめっちゃね。隣じゃねえ。もう落ちちゃえ。いや、たまには BC 行ってやりたいね。僕にも BC 行ってほしい。
体格の違い。ほい、投げろ右に。ん？滑り止めのないとこ乗ってくれればそれでよかったんだけど。落ちるんじゃないでしょうか。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。今回の動画はここまでとなります。天のクレゲ日記ではこれからもですね、クレーンゲーム動画、一番くじ動画、あとカードの開封動画など上げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。で、テンゲームズという別のゲームチャンネルも行っておりますので、ぜひそちらもですね、遊びに来ていただいてチャンネル登録などしていただけると嬉しいです。ゲームはですね、ホラーゲームを中心に遊んでおりますので、ホラーが好きな方、苦手でも楽しめる内容となっているはずなので、ぜひぜひ遊びに来てください。 Twitter、TikTok、インスタなども行っておりますので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。